カシオの未来を作っていくための部署で、まあ、社員がより働きやすくしていったりですとか、それからカシオの未来を担うような新しい事業を生み出すという取り組みをしています。このアーチはですね、企業間競争の場というふうになっているんですけれども、ここを利用することで新しい事業を生み出すところを他社さんと一緒に進めていく、まさしく競争を生み出していくということができるのではないかということで、まあ、未来創造センターとして新規事業を創出する仕組みの最初の一歩ということでここに、参加させていただきます。このアーチにはですね、実はまあコワーキングスペースということでいろいろなワーキングスペースがあります。でその中でもホワイトボードが設置された場所があるんですね。我々はそこにこのフォーサイトビューを使ってパソコン上で作った資料であったりとか、そういったものを直接投影してその場で修正を加えながら資料の完成に向けてこう話を進めていくというようなことをしています。ホワイトボードに投影した資料の上にペンで書いてみたり書き換えてみたりみたいなことはしてるんですよね。これはおそらくモニターではできないことではないかなと思います。このフォーサイトビューって光源が非常に明るいんで、電気がついた状態のままでも全然問題なくパソコンの画面をホワイトボードに表示できるんですよ。これは非常に便利なところだなと思っています。このフォーサイトビューはですね、まあ、バッテリーでも動くというところが最大の特徴だと思っていて、やっぱり電源が今ないところでもお互いが考えていることを共有し合って打ち合わせをするというケースは非常に増えてくると思うので、そういう場所でのこのバッテリーを使ったフォーサイトビューの使い道っていうのは増えてくるんじゃないかなと思います。ワークスペースで仕事するときってやっぱり始めるときと終わるときって結構急に移動したりしなきゃいけないケース多いと思うんですよね。でそういうときに電源を入れてからすぐつくであったりとか、消すときにすぐ消せるっていうのはプロジェクトの中でも非常に優秀な部分かなと思っています。未来創造センターってPC が全員 Windows じゃないんですよね。 Mac の人間もいたりして、そういう、多様なパソコンを使っている人たちが共有してプロジェクターを使うというときに、この無線でつなげる機能というのは非常に役に立っています。カシオの社員に、プロフェッショナル会議という名前で、セミナーを行っています。でこのセミナーって今やっぱりこの状況なんでオンラインでやってるんですけども、まあ、100人近い参加者がいる中で、画面の中で全員の顔ってやっぱり見えにくいんですよね。なんでそういうときには必ず、このフォーサイトビューを使って、まあ、大きな画面を一つ作って、参加者は全員そこで一覧できるような形で使ったりしています。今このアーチで我々やりたいことってやっぱりイノベーションだと思うんですよね。でカシオってこれまでイノベーションを起こしてきた企業だと思ってます。でそれは我々の企業理念である創造貢献、まあ、世の中になかったものを作って、それが世の中の人を助けて、でやがてなくてはならないものになる。で G-SHOCKなんかそれの最たる例で、腕時計っていうのは壊れてしまうものだったのが、壊れてはいけない腕時計を作って、まあ、社会に対してイノベーションを起こして、同じようにこのフォーサイトビューってプロジェクターって会社の引き出しから出してきて会社のデスクで使うものだったっていう考え方だったと思うんですけど、これを持ち出して外で使える、ともすると電源ないところでも使えるっていうのは、これある意味私イノベーションだと思っています。我々そのカシオとしてプロジェクションっていうのがこれからの新しいテーマになってくると思います。なのでこのアーチでのテーマとしてプロジェクションっていうのはぜひやって